1991年の消費税改正に伴い非課税となった出産入院費用について島根県立中央病院は2020年7月まで誤って徴収し返金作業を進めていましたこれまでに2014年1月までの4869人分およそ1340万円が判明していましたが その後の調査でそれ以前の1万4952人分のおよそ1820万円の徴収が明らかになりました1人当たりの平均額は1219円で病院は今月4日から返金の通知文書の発送を始めます